お魚さんがたくさん泳いでいるので、釣っていきましょう。ガーリじゃねえか。タップして、保持して引っ張ります。これでオレンジのお魚釣れましたね。少しでも引っかかってれば釣れるみたいだな。次は紫狙い。ここら辺で、網投げる時間差で魚動きまくるぜ。あら、全然釣れてない。近くに集まってきたところを狙って、まとめてゲット。遠くは狙えないから、群れが近づいてくれるの待つしかないな。素敵な釣り。王道のネットフィッシング。レベル3、上げられるステータスは、網のサイズ、長さ、速度、そしてエネルギー。海をきれいにします。報酬を請求するために浮かんでいるゴミをキャッチします。ゴミ拾いをするとついでにお金がもらえるみたいです。今回は緑が5匹、オレンジも5匹、ピンクが1匹だぜ。まずはゴミ拾ってみますか。ついでに魚も釣れたぜ。ゴミはゴミ箱に溜まっていきます。まだ満タンになってないな。今度はオレンジ魚を釣りながらゴミ拾い、網が到達するまでまあまあ時間差あるぜ。もっとたくさん釣れたと思ったのに残念。今度はちょい早めに投げてみると、緑魚の群れ確保。たくさん釣ると網が重くなるみたいだな。これで緑は OK。エネルギーが尽きかけてるぜ。もしかして、この電池、ゴミかと思いきや、ゴミじゃない？がっつり広告マークついてるだろ。エネルギー回復、電池で回復するなんて、もしかして電動？電動にしてはしょぼすぎるけどな。余裕ができたので、ゴミ拾います。なかなかゴミ箱満タンになりませんね。上までゲージ溜まってないけどこれが満タンみたいだぜ。オレンジの群れ、進路を先回りして網を投げれば、微妙ですがノルマ達成。魚の動き予想するの難しいぜ。あとはピンク1匹、なぜかこいつだけ光ってるぜ。早いわけじゃないので簡単に確保。超珍しい。素敵な釣り。ゴミ拾い報酬もしっかりもらいました。レベル5。海が不気味な紫色、小さいの30匹とサメを3匹。まずはサメ。大きな魚、あなたのネットが小さすぎます。ネットを大きくしたら色も変わりました。これならサメいける？サメの方が大きいように見えなくもないが、ちゃんと網にかかったぜ。サメ2匹いるとまあまあ重い。超珍しい。さて、ついでの小さい魚は何匹釣れたかな？あと3匹必要だぜ。では、次のサメとまとめて一緒に。サメはでかくて網にかかりやすいから、エネルギー残した状態でノルマ達成できたぜ。レベル7。エビ45匹、青い魚20匹。赤い魚早すぎんだろー。こいつらを2匹捕まえないといけないんですか？光ってて見つけやすいが、動きが早すぎて難しいな。とりあえず、他のノルマから埋めていきますか。他の魚たちの動きは読みやすいぜ。まずは真ん中の青い魚の群れ。15匹だったぜ。次は大量に必要なエビ狙い。45匹もいる気がしませんが、これでどうだ。ついでにレア魚取れそうだったの惜しいぜ。プラスの数字がたくさん見えました。もしかして、エビ小さくて密集してたから、意外と数が多い？エビ多すぎだろ。さて、これは順調なのか順調じゃないのか、エネルギーはまあまあ少なくなってきてるぜ。なので、赤い魚は外せない。いけー。狙ってないとこから捕まえてんじゃねえか。超珍しい。ラッキーでした。さて、もう一匹、青い魚も絡めて捕まえる必要あるぜ。がっつり外しましたが、これで早い赤い魚以外はノルマ達成。でももうエネルギーが尽きそうだぜ。なので、外せなくなりました。都合よく広告30秒のバッテリー流れてきましたが、これ取ったら甘え、保険はなしで、決めていきますよ。ここだー。超珍しい。なんとか、ギリギリクリア。